翔平選手とは一度対戦させてもらって、負けてる選手で、正直応援してた選手でした。応援してた選手の中で一度負けた選手で、でもずっと心の中で絶対一番上の舞台で戦いたいなっていうのがあってですね、嬉しいのが、試合終わった後、もう一回やろうって言ったんだよね。切磋琢磨していくライバルとしては、すごい嬉しいです、正直。一試合一試合じゃなくて、毎日死ぬ気でやってますんで、まあ当日も、その瞬間、死ぬ気でやろうと思ってます。上田正達！わー、ニック！ここまでファンクラス左のフックいきなり倒していった。おー、逆転、ナッチ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 、ここまで。